さんのあのオーバースイングはここも原因あるんですよ。これをすることによってオーバースイングがちょっと消えるんですよ。肘の向きで。ああ、ありがとうございます。ありがとうございます。ああ、はい。で、YouTube 撮るの忘れちゃった。だから腰ずれるから、僕が押さえてくるんで。軽くいきますよ。軽くチョーンって打つ感じです。はい。僕がここで押さえてくる。いいですよ。ここをまず、足を切ります。はい。で、トップを作ります。はい。そこから、こいつが上を来ます。そしたら、状態がもっとこうなるはずなんですね。はい。そしたら、バランス取れるはずなんですね。はい。状態を引かせる。はい。で、最後にこいつが、ポーンって上がっていく。そうそうそう。こんなに。引きます。引きます。上がっていく。そうそうそう。ここを引きます。引く。そう。そう。だからこのお尻の位置ってここで引くじゃないですか、はい、だからここに来るじゃないですか、はい、そこからこの左の位置がここに来るんです、はい、ただ状態が倒れないとこうキープできないわけですよ、はいはいはい、バランスしますよね、はい、でそこから空いたスペースに右のお尻がこう来る、惜しい惜しい惜しい、でもいいかな、お尻をゆっくりトップまでゆっくり後ろちょっと引きながらストップで、左のお尻を引いて、そう。で、こっから、うん、あとはこう、そう。その時に、その時に、はい、その時に、こう上げるじゃないですか。インパクトのイメージ。今のこうじゃないですか。はい。ただ、ハンドパワーってないじゃないですか、これ。こうっすよ。こうなんですか、こうっすよ。これハンドパワーじゃないですか。はい。これって、ハンドパワーじゃないですか。インパクト、これがハンドファーストです。え、オッケーですか。はい、こういうイメージで、これこういうイメージで、あ、そう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 、ああ、そしたらこっからグワンって押したってことで、そう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 、ここでフェースが開いてたら右にはいきます。はいはいはい、こう構います、こうきます、はい、ここからお尻だけ引くとこうなるんです。はい、でも上は何も変わってないですよ。 お尻だけ見ててください、はい、手は僕動かさないんで、はいはい、ここまで折れてくるんですよ、勝手に、はい、でそこからはここの右足の蹴りでこう回ってくるわけです。たらハンドファーストじゃないですか、はい、うん、だからお尻だけを一生懸命動かすわけです。お尻だけでいいです。本当に。ここしか意識してないです。こうやっていくことしかない。はい、全然トップの位置も全くもうここを引くだけでもそ意識しないでください。あ、僕の場合はもう勝手に回るんで、ほっといても。はいはい、こうやって引けちゃうんで。そしたら、勝手に前傾キープできるんです、はい。こいつを引くことによってバランス取るんで。これがこうなって、こうやってやったら、誰でもふらつくんですよ、こうやって。はいはいはい。こうやって体が前に、自動的に前になるんですよ、バランス取ると思う。はいはい。はい、あ。うーん。んなぐーって頑張んなくても、はい、ちっちゃくても、いけちゃうわけですよ。いってみましょう。ゆっくりでいいんで。ゆっくり振る練習。やらないじゃないですか。やらない。絶対やらないじゃないですか。じゃあそれで100ヤード飛ばしてください。スイングを作りながら同じスイングで100ヤード。空振りした。本気ですか。残念。トップなんかほとんどいらないですからね。そう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 。惜しい惜しい惜しい。うん。まあ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 。ああ、いいじゃ
じゃあ次150。その道から左の後ろの動きに手いらないですからね、はい、手振らなくていいですからね、手を振ろうとすると、はい、多分こうハンドレートに打ちたくなる、はい、そこからお尻だけ、おーおー、お辞儀が足らんと。おお、いいっすね。多分さらに、あ、これねっていうのが多分分かってくると思う。1ヶ月ぐらいやってたら、はい、なんだよこんなアプローチとかでも、はい、ポンってやって、お尻ってやって、え、何これみたいなのが多分分かってくれば、この面の使い方が分かってきて、はい、あとここからのドライバーも、え、これ当たるの。いや、めちゃくちゃいい、めちゃくちゃいい、ミスしてもこれだったらあのコースにいます、コースに。何こんなに寄たってもいいんで、はい、全然全然そっち方向に動かすってことです。おでもあの今日すごいあの腰の前言ってたキルあの、ね、はい、動かすっていうのは、はい、今回やっぱりできてたんで、まあ、前よりね全然距離は伸びてました。格段に伸びてたんで、はい、次は、まあ、キャリー250を目指して段入れて270、はい、多分いけると思うんですよ。多分このスイングを本当にやり続けて、多分まあアイアンからですけど、はい、やったら多分あこれだっていうの絶対見つかるはずなんで、はい、このね1時間ぐらいで多分えみたいな、こんな腕使わないのみたいな、はい、多分感覚すごいあったと思うんですけど、全く腕は使わずにもう本当下半身だけで勝手にヘッドが後から来るみたいな、はいはい、イメージでしょ。そしたらあの最終的には本当は腕使うんですけど、あ、最後は使うんですね。はい、いや、まあ、これ隠し味なんですよ、はい、今は使わない方が、はい、ハトさんのためなので、はい、そのタイミングは次回取っておきましょう。わかりました、はい、はい、でもこれをひたすら、でもどうですか、やってみて、ちょっと下半身だけでポンポンって、はい、もう待ってもらって、手を使わずに下半身だけでこんなに前のボールが飛ぶんだって、わかりました。初めての感覚でした。こんな一生懸命振らなくていいんだと、はい、僕今まで一生懸命振って230ヤードがこの一気だけで飛んだの、うん、これを後で谷川さんがおっしゃる腕を使ったらってことですね。そうです、そうです。それまでは使わずに今をしっかりとリピートするってことですね、うん、そうです。それが使えたらもっと使えるんで、はい、楽しみです。次回をまた楽しみにしておいてください。ありがとうございました。ありがとうございました。